じゃあ今こちらのタイで聞いてみますね、はい、ではいきますよ、せーの。おーすごいですね。これいかがでしょうか。そうなんです、一瞬で思ってた以上の膨らみだと思います、はい、後ろの方もね、ぜひ。いやすごいですね、後ろの方、はい、皆さんに見ていただいて。結構これだったらあれじゃないですか、はい、これでヘルメットしてたら。そうなんです、まるであのジェットコースターがこうガチャンって。そうですね、本当にしっかりグッとなんか固定されてる感じで。はい、ではちょっと隣でドキドキされてる岡崎さんを、はい、次は引っ張ってみたいと思います。はい、それではいきますよ、せーの。はい、ありがとうございます。いかがでしょうか。あ、なんか思ったよりもパンパンというか。そうなんです、はい、ちょっと苦しいぐらいの、はい、そうですね、ちゃんとこれあれなんですね、首もついてるんですね、ここ。そうなんです、はい、あの後ろの方を見ていただくと、はい、背中のちょうど骨の腰の部分も。そうです、そうですね、意外と転ぶとあの腰って強打してしまうことが多くて、はい、この辺り守ってもらえる、非常に心強い、はい、これだいぶ安全な感じがしますね。そうですよね、はいはい、一応これあの何度も使うものじゃないんですけど、ここさえ変えれば何度でも膨らみますので、ぜひ皆さんご購入を検討の方は参考にされてください。どうでしょう、あの触ってみる、だんだん今しぼんできたんですけれども、やはりあの、いやでもこれ結構地面に叩きつけられても、はい、ヘルメットしてれば上半身は大丈夫かなって気がしますよね。そうなんです、うん、随分安心感が、安心感ありますね、はい、苦しくなかったですか。大丈夫ですか。いや最初は苦しかったですけど、はい、やっぱりちょっと自前があるのでちょっと苦しくなっちゃったかなと思って、はい、じゃあ一旦脱いでいただいて、はい、ありがとうございました。